プレミアム B ライフ。プレミアム B ライフ。この番組は釧路デキレイはリタライフの提供でお送りします。水素風呂って知っていますか？水素風呂リタライフは操作も簡単。レンタルなのでご自宅で水素風呂を楽しめます。家族みんなで心も体もポッカポカ。釧路できれいはリタライフで検索。皆様こんばんは、金森理香です。こんばんは、マスターこと賛否両論笠原正弘です。はい、今週も始まりましたプレミアム B ライフ。はい、マスターよろしくお願いします。よろしくお願いしますね。最近はどうですか？もう1月もちょっと下旬になってきましたけど。なんか1月も下旬になると、うん、もう結構予定を聞かれるのが5月とか6月とかその辺のスケジュールとか、ね、そうですね。もうちょっと嫌になってきますね。一番で、ね、もう来たかと思ったのがですね、来年の11月大丈夫ですかっていうのが来ましたね。勘弁してくださいって言いましたよ。1月の24日に、はい、うん、今年だったら分かります、はい、来年の11月。うわ、それはお仕事ね。お仕事。あ、でもね、昔そうで、この話でまさに似たようなことが昔あって、うん、はい、僕その人すごいね、あのその人はね、調理師学校の校長先生だったんだけど、はい、僕その人ね、スピーディー校長って名前にしててその人ね、調理師学校の校長先生だったんですよ、うん、はい、ですっごい真面目ないい方で、うん、で今ちょっとその学校もう生徒が減っちゃって、うんうん、閉鎖しちゃったんだけど、だからもう結構前、10年ぐらい前ですね、うんうん、ある日ね電話がかかってきて、はい、盛岡の調理師学校のな、ね、ものですが、ちょっと笠原さんに授業に来てほしいんで、うん、一回打ち合わせに東京にね、うん、あの来週行くことがあるんでお会いできますかって言って、あ、じゃあここだったらいいですよって、でお会いしたんですよ。でそれが 春ぐらいの話だったんですね、はい、4月ぐらいの話だった、うん、で、すいません、もう笠原さん、ね、忙しいところどうもって、もうその校長すごいいい方でいやいやいやちょっと、もう笠原さん、はい、あの生徒たちにね、うん、授業に来てほしい、やっぱあの特別授業で毎年プロの料理人さんを呼ぶらしいんですよ、うん、で生徒さんに聞くらしいんですよね、はい、あの授業に来てほしい料理人さんっているか、うん、でそしてやっぱほらね、陳さんとかイタリアンのお茶屋さんとか、うん、まあ、名前出るじゃないですか、はい、で、まあ、笠原さんも最近ね、あのまだ僕その時これ10年前だからちょっと若手だから笠原さんもなんかすごい若くてなんか活躍してる方なんで来てほしいって声が多数上がってます、はい、そういう嬉しいじゃないですか、うん、しょうがないな校長行きましょうかただもう笠原さん本当もう申し訳ないです、もう時間がないんです、もうすごい悲壮な、ね、4月の時点でもう本当に時間がないです、すいませんいやいや時間がないってね、来週とかだったら僕困りますけど、どの辺ですか、いやこんな忙しい笠原さんにねもう言いにくいんですけど9月ですってわけですよ。いや、ただ校長4月だし9月ですよね、9月ならまだ空いてます、本当ですかとか、もうなんかリアクションがすごすぎて、もう泣き崩れそうな、本当ですか9月、いや大丈夫ですよ、9月だったらじゃあ行き、ね、半年近く先ってことですよ ね、行きましょう、うん、ね、あ、まだ半年先じゃないですか、はい、さ、いや違うじゃん笠原さん、来年の9月ですってもう時間がなくてっていうか、もう俺びっくりしちゃって、いや校長今年の9月でも余裕あるのに来年ですか、いやいやもう来年の9月だってすぐですよ1年半後なのに、もう私もう焦ってしまってとか言って、焦ってしまってですよ、持ってきてくれたお土産もなんか汗でびちょびちょなんですよ、手汗でおせんべいがもう袋が、面白いですね、いやもうほっとした、これで安心して盛岡に帰れるどんだけ校長せっかちなんですか、せっかちなんですね、びっくりして、決まってないと気が済まない、気が済まないですよ、すごい、だ僕はもうそれでずっとスピーディー校長って名前で呼んでブログのネタにも書いたんですけど、ね、昔面白いブログやってた時に、うーん、でそのスピーディー校長はで、まあ、スピーディー校長はその後何回かね、はい、その授業にも行って、はい、もう本当にすごいね、スピーディー校長だからねせっかちなんですよもうその話だけでわかるでしょ、うん、ね、うん、初めての授業行った時も、はい、まあね、あのいい学校なんですよ、こじんまりとしたね、うん、だからそんなに先生の数も多くないから、先生が一人の先生がいろんなことやんなきゃいけない、うん、やっぱ一応校長先生ですから、ね、偉そうにしてるわけじゃないけれどもね、あの校長室にまあ一応僕が最初着いたら、うん、あら、ちょっと笠原さんにお茶ってでその先生に言うわけですよ、先生は別にお茶入れ係じゃないからね
でボスです、ああすいませんって、うん、でね慌ててこう慣れないお茶を入れに行ったら、もうあれ笠さんやっぱコーヒーがいいですよね。でだからやっとお茶持ってきたら笠原先生にコーヒーって、もうだからもう常に一個先をもうこう、あもう一個並んでないと気が済まない、気が済まない、気が済まない、いや今週までまだお茶も出てきてないですよ。大丈夫です。お茶飲んでからコーヒーにしますから。いやもう焦っちゃってですね。飲み終わらない前に次のものがないとダメなんですね。そうなんですよ。なんかそういう方ってストックとかすごいいっぱいありそう。それでその日の夜もね、うん、ね次の日が授業だったから今日は、はい、じゃあねあの打ち合わせが終わってね明日のちょっと確認していただいたら、うん、夜はあのちょっと簡単ですけども笠原さんねあのご飯をご用意してますんで、はい、ぜひああ嬉しいですね、うん、盛岡の美味しいものじゃあ食べたいですね。たらまだね。それから出発に、でもこれそれこれから確認とかしなきゃいけないんですよ。まだ1時間後ぐらいに出発するもう早くタクシーって言うわけよ。早くタクシーよとか言って、校長だってまだこれから確認とかしますよからまだいいんじゃないですか、うん、ああ焦っちゃってですよ。で実際じゃあねいろいろ確認終わって、うん、じゃあタクシー呼んでじゃあそこのお店行きますかって、僕もほら初めての店だから何だか分かんないじゃないですか、うん、でタクシーが来て乗って行ったら1分ぐらいで着いちゃったんですよ。校長これタクシーいらなかったんじゃないですか。だってさあれまだ調理師学校の玄関が見えてますよ、このお店の入り口から。いやもう焦っちゃって、予約時間に間に合わなかったらと思ったらやっぱ先生、笠先生やっぱタクシーじゃないと。いや校長僕も若いからこれぐらい歩きますよとか言って、すごい、もうそういうもう常にそういう先生、校長先生でも完璧なんですね。完璧なんですよ。完璧な割にはその1軒目の食事が終わっていやー笠原先生あれですか、もうちょっと飲めますかとか言って、あそうですねまだ早いし、じゃあもうちょっとぐらい行きたいですね、うん、じゃあちょっともうちょっとゆっくり飲めるね、うん、お店でも行きますか。ただそこはタクシー呼ばなかったんですよ、うんうん、あ歩いて行けんだなと思ったら、うん、20分以上歩いたんです。え、なんなの？このさじ加減がわからないなと思って。すごい読めない方ですね。校長これ結構遠いですね。そうですか、さっきあの距離でタクシー、さっきはもうそうですよ。なんだろうその時は。いやだからまあスピーディー校長です。スピーディー校長、全てにスピーディー、はい、なるほど、そういう校長がいて、はい、だ話脱線しましたけれども、 そうですよね、それと同じぐらいに、はい、ね、もうこの1月に来年の11月のここ空いてますかって聞かれるのかって言われてね、そこから始まりましたね。あちょっと笑っちゃったなっていう話です。わかりました。さすがに空いてるでしょうね。来年の11月空いてますね。今年の11月だって空いてるのにね。すごいですね。でもまあ、うん、有名人だから空いてないんじゃないかと思うんじゃないですか、うん、いろいろお仕事詰まってるじゃないですか、まあ、確かにほら、まあ、有名人って僕なんか別に料理屋のおっさんだけど、確かに芸能人の方とかね、例えばほら、うん、アーティストの方とかさ、ほらドームでライブするとかだとね、うん、もうだって1年2年3年の先までスケジュール待ってるって言いますよね、うん、タレントさんってね、うん、それぐらいになっていただいても、まあそれも疲れるでしょう。確かに、ね、せいぜい2ヶ月先ぐらいがいいですよ ね、 そうだね、埋まってんのがね、なんかちょっとねもうなんだろう、後ろが決まっちゃってると、うん、時間短く感じますよね。そうなの、そうなの、なんでしょうね、うん、なんか予定が になんか再来年とか入ってるとなんか時間が短く感じちゃってやだ、プレッシャーになるじゃん、うんうんうん、もうそれまで元気でいなきゃとかね。そうですね、うん、ではなんかすごく最初が長くなりましたけど、オープニングが、うんうん、今週も始めていきましょう。あこれオープニングだったんですか。そうですよ、もう終わりじゃないですか、番組オープニングで終わりじゃないけど、はい、ということで、はい、あと食べ物って好きなものから食べる派、それとも好きなもの最後に残す派ですか。だそれは別に好きなものとかじゃなくて、うん、僕なりのいろんなその時の方式がありますね。あやっぱあ早く食べちゃった方が美味しいものを食べるとか、そっか、もう料理人の本当だ、ね、あと今飲んでる酒に対してとか、なるほど、これはちょっと取っといて多分最後ご飯出てきそうだからそこで食べたいかなとか、ずっと僕めんどくさいんだよ食事行ってもずっとそういうの考えてるから。本当にでもご飯が好きなんですね、うんうん、だから食べるっていう行為も、うん、そういう効率よくね無駄なくやったら楽しいのになと思っちゃうので、お酒と、うん、付け合わせとか、うん、あったかいとか冷たいとかそういうのを、そうそうそう、楽しむってことですよね、うん、あーなるほど、それはちょっと楽しいかもね、うん、言ってましたもんね、鍋とかもね、そう、うるさいよって。だから鍋なんかもね、ほら、まあ、前も話してましたけど、うん、うちの袋なんかもね、まだ具が残ってるのにまたもう白菜とかぶっ込んじゃうわけよ。もうな、もう延々に下のものがなくならないじゃんみたいなね、もうね、うなぎ屋のタレじゃないけどね、これもう20年もの鍋ですとかなっちゃうかもしれないですよ。うんうんうん、
ただ煮えばなって言ってね、やっぱちょうど美味しい瞬間があるわけですよ。野菜でも豆腐でもお肉でも、ね、したらそのうちに食べちゃって新しい具を追加した方がいいじゃないですか。だから僕は本当これもね、うるせえなとか笠原ってなんか意地が悪いなって思うかもしれないですけど、うん、美味しく食べてほしいからそう思うわけですよ、うんうんうん、皆さんに、うん、なるほど ね。だからね、子供の頃ね、友達ん家とか泊まりに行くじゃないですか。ただ夕ご飯もご馳走してくれるでしょ、うん、もう僕その時からね、味噌汁とか最後につけばいいのにとかもう思うわけですよ。あ、ね、もういきなり最初に味噌汁ついて並べちゃうお母さんとかなんて、 その後いろんなもん用意してるし冷めちゃうわけ。あ、味噌汁あったかい方が美味しいのにって子供の頃から考えてたの。へー、あ、じゃあもう本当になんかもうそういう脳なんだな。だから耐えられないんですよ、もうそういうのが。もう今大人になってさらに。え、じゃあ自分でお家で食べる時もそんな感じ、うん、だから俺はもう一番いいパン感じにする。まずもうね、全然冷めてもいいような冷たいお料理だけ並べといて、うん、なるべくあったかいものはあったかいうちに出したいから最後に取っといて。味噌汁なんかは究極言えばね、飲む人から飲む人だけあげればいいと思うのね。あ、そっか、うん、私は全部並んでるな。並べちゃうでしょ。絶対並べそう。おかずにご飯に味噌汁に全部はい並べていただきますっていうタイプだけど、確かにお味噌汁は最後に飲む、うん、からぬるいよね、うん、っていうことだよね、うん、だその時にもう飲むようになったタイミングでついでの方がいいと思わない？そうです、うん、さすが、なるほど、勉強になります。いや、でもこんなの普通に考えれば分かることだと僕は思うんですけれども、まあ、職業病ですね、だからね、うん、でもみんな家庭では多分、うん、まあ、なかなかね、お母さんたちも大変なので同時に出てくるとは思うんですけどね、うん、気持ち分かるんですけど ね。え、マスターはお家でもご飯を作ったりするんですか？だから僕は普段はほらほとんど家にいないし、まあだから子供たちのお弁当とか朝ごはんはちょっと作ってあげたりするけど、うん、そうね、まあお弁当は関係ないかもしれないけど、やっぱ朝ごはんとかだとやっぱしスープとかお味噌汁はさ、やっぱ熱々が美味しいからさ、ね、もうテーブルに来てからよそってあげようとか、うんうん、やっぱそこは考えますよ。やっぱりほら、なんかお家では一切やらないって人もいるけど、やっぱり料理好きだからどこでもやるってことですよね、マスター。うん、だから人に作ってあげるのは嫌じゃないですよ。自分のためにやるのはあんまりね、もう自分の料理に飽きちゃってるから嫌だなってだけで、例えばホームパーティーとかね、うんうん、やあんだったら全然作るのが苦にでもならないですしね。ただそう、だからとにかくその食べ方とかに、食べ方 ね、こうなんかいちいち僕はやっぱうるさいんですよ。これを食べるんだったらスプーンが必要じゃねとかさ、ね、佐々木になりじゃないね、同じだね。佐々木は似てる、ね、佐々木は性格がすごい俺と似てる、ね、うん、どうせ飲むなら言ってたもんね、紙じゃ美味しくないから、そうガラスの陶器を持ってくるってすごいですもんね。だから俺もビールは絶対コップで飲んだ方が美味しいと思うから、缶ビールが嫌なのね、缶のまま飲むのが。でもそれと全然気にしないお家もあるでしょ、うん、もう缶ビール缶ごと出されてもうおしまいみたいなとか、うん、コップくれないんだとかね、内心思ってるわけですよ僕は。あ、そっかそっか。僕と佐々木の違いは、うん、僕は我慢しちゃう派、うん、佐々木はズケズケ言う派。グラスないの、グラスないのって、うん、俺すら言われたもん。本当に、あのうちに来てくれた時ワイングラス出したら、はい、もっと大きいグラスないですかっていいワインだからいいグラスが伸びたかったんだろうみたいな、ごめんごめんって謝っちゃったもん、ね、やっぱそのこだわりはすごいですね、うん、でもやっぱりそのね、皆さん料理人なんだなっていうのはこの前ちょっと思いましたけどね、うん、やっぱ美味しく食べようっていうね、そのなんね、せっかくそのね、そうものの、せっかくだから美味しく食べようっていうのを突き詰めていくと、やっぱみんなそういう風になっちゃうんですね。なるほど、ちょっと今日はいい話が聞けました。なんだ、ね、結局何だったんですかね。スピーディー校長から始まり、スピーディー校長から始まり、はい、最後は、まあ、食べ方にね、食べ方の話で、はい、はい、プレミアムビーライフ、今週のビートーク。このコーナーでは毎週美にちなんだゲストを迎えしてビューティートークをしていきます。そして本日のゲストは和光アカデミー代表和田和子さんをお迎えしています。和子さん、今週もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。先週は少しね、はい、まあ全般的な和子さんの活動の話をさせていただいたんですけれども、はい、今週は私もものすごくハマっている雑穀についてお伺いできたらと思いますので、はい、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では和子さん、はい、まあ、先週からちょっと雑穀については
ちょこちょことお話を伺ってるんですけれども、はい、私もこの雑穀の魅力にハマった、この雑穀の魅力を、はい、ぜひお願いします。はい、はい、ありがとうございます。いろんな魅力があるんですけれども、うん、一番はやはりいろんな大きさのものとかいろんな色とか、はい、すごくこうバラエティーがあるので、うん、食べていくのに楽しいっていうところですね、はい、でなおかつ一つ一つ雑穀って非常に個性がありまして、うん、多分ね皆さんも道端で見たことあると思うんですけれども、猫じゃらし、ああ、はい、はい、あれはですね実は雑穀の中の泡の原種なんですね、うん、はい、だから身近なところに割とあるんですよ、はい、うん、で穀物っていっぱいあって、うん、主食になっている主穀お米、はい、小麦っていうのもあれば、いろんなそのね、泡とかきびとかヒエという雑穀類とか、あとごまとかそばとか、うん、豆類もね今は雑穀の大きな括りに入ってきたりとか、はい、いろんな区分けをしていますけれども、うん、まあ、一つ一つが本当に色も綺麗で、うん、でその色っていうことはイコール栄養成分であったり、うん、いろんなこう力を持ってますので、はい、食べてて楽しいですね。そうですよね。多分最近はやっとこう雑穀っていう言葉も皆さんの中に、はい、一時はこうモデルさんとか、うんうん、こうちょっと美容家とかの間で流行ってましたけど、ね、はい、今はねやっぱり飲食店に行っても、うん、まあ、白米と雑穀と選べたりとか、はいはい、まあ雑穀でなくても五穀米とか、そうですね、おにぎりとかも、はい、最近ではコンビニも雑穀米のおにぎりとか出すようになってますよね、はいはいはい、それぐらいおそらく健康にはいいんであろうということは皆さん分かってると思うんですけど、そうですね、じゃあお米との違いって何なんでしょうかって言われた時に、はいはい、そうですね、お米というものが、うん、主に主穀という括りになってきて、はい、お米以外の、稲科植物で小さな実をつけているものを総称して雑穀という表現することが多いですね、はい、昔から本当は食べられてたっていうことなんですよね。そうなんですね、まあ、諸説いろいろあるんですが、うん、お米の前の主食が泡だったというね、うん、縄文時代の後期から食べてたよなんていうことも言われていたり、はい、中国からね、うん、雑穀類がこうやってきたとか、はい、まあ、お米もいろんな赤米とかね、うん、黒米とか今皆さんもご存知だと思うんですけども、お米もいろんなルートから日本に入ってきてるのと同じように、はい、雑穀もいろんなところから入ってきてはいます、うん、でその中で日本の風土に合ったもの、うん、そしてその日本の太陽のエネルギーをもらって育った雑穀たちっていうのが私たちに美容をちょっと提供してくれるので、うん、ぜひ皆さんには食べていただきたいですね。そうですよね、はい、最近はお茶とかでも泡とか冷えとか使われてたりとかするんですけども、うんうんうん、そうですね、その一つ一つに結構意味があって、はい、で冷えとか泡とかきびっていうものが、はい、こう美容とか健康にいいっていうことも、ね、うん、今の現代社会ではだいぶこう浸透してると思うんですけど、そうですね、うん、注意点というね医学書の中にも、うん、やはり雑穀の効能みたいなのが載ってるんですよ、はい、でそれを見ると泡なんかはねすごくこう皮膚に対して、うん、力を発揮してくれたりとか、例えば冷えというものは昔は心臓病の薬なんていうふうにね言われていたそうです、はい、でそういうものからずっと発展して、うん、いろんな一つ一つの個性を調べると、うん、多分全部食べたくなるんですよねだから全部を食べちゃうっていうのもすごく健康維持としていいことだと思います、はい、うんうん、でただ私たちは食べる意味ですとか、うんうん、その方オーダーメイドでその方に合わせてチョイスしてあげて、はい、ブレンドして、そうですよね、うん、よりよく雑穀の力を発揮してもらいたいという思いで、うん、処方雑穀なんていうこともね、うん、提案したりもさせていただいてます。そうですよね、うん、普通にまこさんのショップで、はい、先週もちょっとご紹介させていただいたんですけど、す雑穀米は買えるんですけど、はい、やっぱりその処方っていうのがあって、はい、自身の今抱えている気になるところとかを、はいはい、まあ、和子さんにお伝えさせていただいて、はい、ブレンドして送ってくださるっていうのが、はい、とってもいいですよね。ありがとうございます。で、まあ、私なんか欲張りなので、できればこれもあれもあれも食べたい、これもなんて、和子さんなりますよね。なります、なりますで1回で炊いて全部食べれるのがやっぱり便利なので。そうなんですね、うん、でもすごいですね、やはり雑穀も1種類だけで食べるよりも5つぐらいのものを一緒に食べることによってチーム力を発揮するっていうことも分かっているので、なんか 5,6 種類混ぜていただけるといいのかなと。そうですよね、うん、あとはその
食べ方とかそういったのっていうのはあるんですか？うん、そうですね、うん、皆さんやはり今炭水化物の分量に関してはすごくコントロールをされていると思います、はい、なので一般的にはお米に雑穀を混ぜて雑穀米として食べる方が多いんですけれども、うん、たくさん雑穀を食べようと思うとご飯茶碗に何杯も食べるっていうことにはなってしまいますよね、はい、そういうわけで例えばちょっとおかずに使ってみるとかスープに使ってみるとかサラダに使ってみるっていうアレンジをしてもいいのかなっていうふうには思いますし、はい、一日中こうねデスクワークで座っているのに、はい、丼でご飯食べたらやはり体に貯金ができてしまうのでその方の働き方とか生活によってその辺の穀物のコントロールの仕方の上で食べ方の ご提案というのはいつもしてます、はい、でそういう意味でその雑穀を使ったお料理の会を、はい、催すことでそこでリカさんにも来ていただいて、ね、いこれ何ですかみたいなね雑穀ってすごいいろんな力を持ってて吸水性っていう力も持ってるんですよ、はい、そうすると例えば茹でた雑穀にドレッシングを吸わせてあげるそうするとお野菜の上に巻いた時にドレッシングをかけるとお水がびちゃびちゃって出ちゃいますけれども、はい、その雑穀ごとドレッシングを吸わせたものを野菜と混ぜると水浸しにならなかったりとか あとはその小麦グルテンアレルギーのお子さんがカレーを食べる際に小麦粉を使わないように冷えてとろみをつけるとか、はい、うん、いろんなそういうこともできるのでなんか最近すごくやはり個別相談が増えていましてお子さんのアレルギーの問題だったり、はい、赤ちゃんがなかなかできにくかったりご家族のご病気だったり、はい、本当に個別の相談っていうのが増えてます、うん、なのでそういうお食事会をやったりお教室に来ていただいた後に、うん、ちょっとお時間いいですかって呼び止めていただいて、はい、いろんなご相談を受けることがあるので、うん、なんかその時間も私にとっては、うん、今日やってよかったなって思える瞬間じゃあ今日からやってみますっていうね行動が起こせるっていうこともすごく嬉しいですよ。なんか本当に無理なく私も3食のお話を最初させていただいた時に、はい、あ、リカさんちょっとこれは改善した方がいいかもねっておっしゃっていただいて、はい、で本当に朝ちょっと酵素を飲むとか、ちょっとお昼に今までちょっとサクッとパンで済ましちゃってたのをおにぎりで雑穀にしてみないとか、あ、それならできるかもっていうところから始められたので、はい、皆さんも本当にちょっとそういった形で ね取り入れていけると、少し体調が変化したりとかしていくとまたそれがより楽しくなってくるじゃないですか、だから本当にその食べ方とか食ってもっともっと見直していってもいいですし、やっぱ日本食ってこれだけ世界に今注目されてるものなので、すごいですよ。世界がね注目してますからね。そうですよね。だからやっぱりお米、はい、あと眞子さんが言う味噌汁。味噌汁、ね、はい、なぜ味噌汁がいいんですか？うん、まず大豆のタンパク質というのは、うん、非常に日本人が吸収しやすいということ、うん、そして発酵してるお味噌ですから、はい、腸の中がきれいになりますから、うん、腸とお肌ってすごく相関性がありますよね、うん、なので腸の中が良くなるとお肌の美容効果もすごく上がってきます、うん、で昔から昔の女性って結構母乳で赤ちゃん育てたんですけれども、うん、ご飯の中に泡が入っていて、はい、でお味噌汁をしっかり食べて、うん、すごくおっぱいが出たんだよなんていうこともずっと残ってるんですね。だからそういういいことっていうのは安全ですし、はい、引き継いでいけたらすごくいいですよね。そうですよね、うん、味噌汁はぜひね、味噌作りなんかもやるんですよ。だからみんなで、そうですよね、そう、私も一回味噌作り行ってみたいんですよ ね。お味噌は本当自分で作ると美味しいです。もうお味噌はすごくいいですし、多分味噌汁敬遠される方の中にはお塩、塩分のご心配をされると思うんですけれども、はい、やはり自分でお味噌を作れば化学塩も使わないですし、安全な自然塩を作ることによって、もう血圧が上がるとかそういう心配はないので、はい、ご安心ください。である程度やはり私たちはきちんとお塩も取らないと体温も上がっていかないんですね、はい、血の循環も悪くなるので、はい、そういうことをやはり皆さんに知っていただけると、なんでお味噌がいいのか、なんでお米が大事なのかっていうこともね、分かってくるではないかなと思いますね。そうですよね。あとちょっと今塩って話も出たんですけども、はいはい、和子さんのところの文字を、はいはい、もう、はい、私が愛用してるんですね、はい、今もうあれ以外使わないんですけど。ありがとうございます。文字をとその塩の違いって何なんですか？そうですね、もう塩の場合には海藻とお塩を一緒にしてるというもっていうのが海藻って意味なんですね、はい、うん、でも塩の中にはいろいろ種類があって、昆布とお塩を合体させたものもあったりとかするんですけれども、うちの場合にはひじき、
女性に必要なミネラルですとか、はい、そういうものが入ったひじきと塩を一緒にしてます、はい、でなおかつ海塩といって海水で作ってまして、うん、グツグツ煮込むタイプではなくて天日と言いまして、うん、火を入れないでお日様の光で水を蒸発して使った天日塩、はい、になっているので、はい、非常にミネラルとか、うん、そういうものも煮込まれてないのでね元気が残ってますね、うん、そんなお塩です。そういうことなんですね、はい、なのでちょっとで味がつくのでそうなんですよ、うん、普通のお塩みたいに使うとちょっと逆にしょっぱくなっちゃうのでナトリウムの量もね調節できて喜ばれてます。そうですよね、はい、なので和子さんのお米を炊くときには、はい、私は雑穀米にちょっと蒸し塩を入れて、はい、であとココナッツオイル、はい、ココナッツオイルも美容にいいんです。そうですね、酸化しにくいんですね、うん、植物の油として、はい、なのでそんなものを入れていただけると、でご飯も油を入れることで沸点が上がりますから、うん、やはり美味しく炊けてしまうので、まあ、時々美味しくて食べ過ぎて困っちゃうとか言われるんですけどいやよく噛んでいただければ大丈夫なんでみたいな感じでそんな冗談もね飛び出したりするんですけれども、はい、やっぱりそうですよね、その抗酸化っていうのもね、はい、私たちはデトックスしていかなくちゃいけないっていうのもそうですね、もう酸化との戦いですから ね、私たちはね、そうですよね、やっぱりその錆びることがやっぱり体においてね、はいはい、どうしてもこうあちこちにこうガタが来てしまうというか、そうなんですよ、皮膚の表面が錆びたらシミになってる話ですし ね、血管の中で錆びたらやっぱり血栓ができるわけですし、やっぱ酸化というところはねちょっと予防しないといけませんね。そうですよね、はい、なんかそのあたりもまたちょっと和子さんと話が尽きないので、はい、来週もお願いしてもいいでしょうか、はい、ありがとうございます、はい、そんな気になる和子さんの情報は和子アカデミーまたは和子薬膳ショップ、こちらで検索していただけると情報が取れるかと思いますので、はい、皆さんぜひホームページなんか見ていただいて、はい、気になるとセミナーの情報とかも取り出せますかね、はい、はい、見ていただいて興味持っていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、では来週もまたよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。プレミアムビーライフということで今夜もマスターお届けしてまいりました。はい、今日もなんかねいろんな話が脱線したから、ま、毎回こんな感じでいいんじゃないでしょうか ね、 そうですね、別にねテーマがあっても脱線しても、はい、とにかくこう ね、 2人で楽しく喋ると、ね、はい、こういう番組だと思っております。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ではここで、私もマスターも愛用中の水素風呂リタライフのキャンペーンのご案内です。このリタライフは初期費用が7700円、月々のレンタル料が3850円、初月のレンタル料が無料となっております。これを今回この番組ホームページより1月31日までにレンタルのお申し込みをしていただいた方にはなんと Amazon ギフト券5000円分がプレゼントされる、とってもお得なキャンペーン、大丈夫ですかすいません、とってもお得なキャンペーンを行っています。プレミアムビーライフで検索していただき、この機会にぜひレンタルのお申し込みをされてみてください。よろしくお願いします。お願いします。では今夜も金森理香とマスターことサンピリオロン笠原正弘でした。ありがとうございました。また来週。また来週。プレミアムビーライフ、この番組は釧路できれいはリタライフの提供でお送りしました。水素風呂って知っていますか？水素風呂リタライフは操作も簡単。レンタルなのでご自宅で水素風呂を楽しめます。家族みんなで心も体もポッカポカ、釧路で綺麗はリタライフで検索。プレミアムビーライフの番組ホームページでは収録の様子やゲストのご紹介をしています。そして水素風呂リタライフ新商品リタエアの情報やキャンペーンのご案内もしています。ぜひご覧ください。